今うちで新メニューを開発中なんだけど、それの試食をやってほしいんだ。なんだよそれ、どうぞ、タダで食ってけって言ってんだぞ。まず一発目、じゃじゃん。これ食べてみてください。どうでしょう。これがね、うどんを発酵させて納豆感覚の味を出そうとしてるの。その名も腐りかけうどんです。大丈夫、お客さんの食べ残したから腐ってももったいなくないんだ。さて次は、チェーつまんないの。次は腐りすぎうどんだったのに。今日も暑いな。我慢するしかないだろうな。クーラーとは言わないけど、せめて扇風機があればな。部費なんてもらってんのかね。この部室があるだけマシなんじゃないのか。礼をするです。壊れてるぞ。いいですか、大きな声で言うです。熱くない、熱くない、熱くない言うです。もし言ったら罰金36円です。ずれダメです、熱いのダメ。それじゃあここで一曲歌うです。熱いぜブギー。やばいぞ、やばいぞ。熱いブギウギ。ヒヒヒヒ。それじゃあ、僕は学校に行くです。それでは皆さん、おはよう。すごいな。寒気すらするぞ。そうだな、どうせあいつのことだから明日には治ってるだろうけど。うめえが悪魔か。ギャー。聞こえない、私には聞こえないぞ。平和な放課後だな。寝坊ですか？
さんなんだから。ああ、やっと起きたわね。幼なじみバージョン。教えてもらった雑貨屋さんに行こうと思ってさ。なんだそれ、雑貨屋さんなんてタラだって行くぞ。この前雑貨屋さんでリョータが必死で可愛らしいシールを買ってるのに遭遇したよ。クマさんとかカエルさんとかそういうシールを買ってたぞ。ジュンなんて可愛らしいメモ帳を愛用してるからな。なんか買ってきてやろうか。エリちゃんか。いまいち好みがわからないからな。じゃあ今流行りのうどん様のボールペンでいいか。そっか、それかピンクの生物のボールペンとか。よし、それが売り切れてなかったら買っておくよ。人気があるからきっと売り切れだと思うけどさ。じゃあまたな。
はこの前テレビで特殊部隊が家屋に侵入する際に行ってたものを参考に。だってお兄ちゃんが起きないんだもん。今日の部会は絶対に遅刻しないでくれよな。そりゃあるよ。だって月曜だぞ。いや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 、今日は重大発表があるからな。ぜひ部会には顔を出してな。
オッケー、さすがだ。わかってるね。他のやつにも言っておくんだぞ。じゃあな。朝の部長見たか？そうそう、絶対に来るんだぞなんて純らしくないよ。どうしたんだろう。悪いもんでも食ったんじゃないか。でも今週は勉強しないとな。前回はあまりに悪かったし。2点だけ？うるさい。俺らは先に行ってるからな。さっさと用事済まして勉強したいしね。なんだろうね、重大発表って。ワクワクしない？意地悪。だって部長の重大発表だよ。ドキドキする。どうしよう、とんでもない秘密が明らかにされちゃったら。ああ、待ってよ。なんだよ、呼び出しといてまだ来てないぞ。ドキドキするね。あんまり期待しない方がいいぞ。でもドキドキするよ、ドキドキ。やあ、諸君、待たせたね。呼び出しておいて遅刻だなんていい度胸だな。いや、遅刻じゃないけどさ、もったいぶったんだけどね。いいからさっさとやってくれよ。いいか、聞いて驚くなよ。もうすでに学園祭も間近に迫ってきた。そこでだな、ついにだな、恐るべきだな。さっさと言ってよ。ワクワク。なんと、その学園祭で演奏する俺たちのオリジナル曲が完成しました。あはこれこそ俺の会心の作であり、名曲として拍手喝采を浴びるであろう。恐ろしく素晴らしい楽曲が。じゃあ私家に帰って勉強するから。あ、俺も勉強するんで。よかったな部長。だけどそういう発表はもっと余裕のある時にやってくれよな。それじゃあ俺も帰ります。待ってました。それがだな。ほら、あやなも勉強あるんでしょ。帰るわよ。あ、待ってよ。部長、ごめんなさい。また今度ね。え？気をつけてね。